はいどうも、つけ麺2、イソッ、ショータ、ノブちゃん。はい、今日は、弥生県さんに来ました。あ、第2回目、久しぶり。半年ぶりぐらいだね。そうですね。今日も、ここでご飯何杯食べれるか。はい、前回の記録に挑戦しようと。そう、前回は445でした。445か。はい、数々の試練を乗り越えてきましたから。はい、いけるでしょう。じゃあ、行きましょうか。いらっしゃい、フルスウルトラ来ました。しゃあ、これがナス味噌と焼き魚の定食。これが小学生定食ととろろです。これは野菜炒め定食、たっぷり野菜。いただきます。いただきます。いただきます。これはご飯いけるでしょう。うまっ。ほっか。これもこのステーキ。あ、OK。 成長したところを見せないんですけど、生産ところ。うん、これも。うよ。あ、2杯目。2杯目。すごいな、今日は。いいっすよ。これめっちゃご飯食いますね、これ。ナス、ナスもピーマンも入ってない。ナスとは思わなかった。作ってくれたナスのお菓子、最高に美味しかった。夏は毎年あれ食ってたな。この時期になると思い出す。2杯目。あ、おぉ、俺も2杯目感じて。あ、1杯目だ。4杯目です。俺もおかわり行ってきます。2杯目。3杯目。人だけはおかずのこと全員グッて言うの。でも俺がグッて言ってるってことはグッて言ってるじゃない。多分そんな俺ちゃんと聞いてなかったけど。スプーン、スプーンはもう一度だけこいつ。多分自分一人だけ言ってたとしたら絶対注意する。俺今まで注意されてなかった。これかわいそうなやつだよ、マジ。さすがにお腹いっぱいになってくる。うん、お前2杯で楽しみやめ。5杯目。前、5杯目したらしい。これ3杯目。あ、これか。弥生くんにとってはこれだから。そう、なるほどでもないでしょ。ほんの感覚。いい。あ、うめえ、試合。なくなるボディをつけようとしている。どうだった？いやー、きつい。前の弥生県で歯取れてたんで。あー、置いて。歯折れたな。何だっけ、3枚目。3枚目俺4食ってるっすよ。いやいや、3枚目だった。4枚目。全体記録。うん、すごい。うん、全体突破。フルスウルトラ1杯目です。1杯目。これ食えば前よりすごいと思います。この間でこうやって性格出るよ。それ写真撮っていいですか。古い食いかもしれない。いや、やめとこう。まだ食べかけてるのはまだ食い終わる。これで食い終わってたんだよ。それはさすがに友達やめるよ。最後、まあ、ナッティーがあるからおかわりしてきます。あ、納豆茶漬けってあるよ。俺やったことないです。ちょっと納豆茶漬け調べてみよう。あるわ。あ、マジですか。冷やし納豆茶漬けとか店で見せてもらってやるぐらいから。じゃあ大丈夫です。納豆をご飯にかけます。これをね、ちょっと
茶、お茶、温かいお茶、温かいお茶を最後サラサラっとちょっとかけて、あ、美味しそう、お茶漬け、美味しいですか？美味しい、ほんまに美味しい、美味しい反応がそんなに美味しそうじゃない、ほうじ茶のほのかな苦味もあるし納豆のネバネバもあるし、漬物の無理に言ってるからだけど、ご飯の甘みもある。ちょっとそれ食べ終わりですか？いや、まだまだ終わってほしいじゃあ、でも俺はちゃんと皮も食べる、食べ途中は来てないけど、食べ終わりはもう骨だけ、最終的にそうなれば全然みたいな感じ、友達だけ、うん、どうやったら全然週2で会える、週3になってるけど大丈夫塩漬けにしたことによって米が膨れて、よく食べた、逆に食べづらくなった、うん、うん、6杯目完食かな、もう完食、もう5杯目ごちそうさまです、最初こうやって綺麗に食べればいいでしょ、本当に綺麗な人ってこの一か所になる、そうそう、本当にそう思う、はい、完食、ごちそうさまでした、ごちそうさまです、いい、ごちそうさまです。記録は5、5、6、お前回超えました、いっぱいずつ更新するという中途半端塗り替えるならもっと塗り替えろって言いたくなるけど、そうそう、まあまあでも限界でした、はい、うん、いやでも成長しましたね、まあね、少しでもできたもんね、はい、またじゃあ半年後に来ようか、はい、やりましょう、成長を見るために、そうね、はい、はい、ということでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。